それでは、これから全学応援団指導部について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。まず、全学応援団指導部、以下応援団について説明しましょう。応援団というと、簡単に言うと応援する人たちです。基本的には硬式野球部を中心に、スポーツ系の部活なんかを応援したりしています。結構学ランなんかを着ているんでね、普段からよく目立つし、わかりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、また、イベント、例えば入学式、定期戦、これは後ほど説明しますが、いろいろなイベントに参加し、演舞と呼ばれる踊りのようなものを披露しています。例えば、昔であったらなら、そう、大学の学祭、すなわち10月祭と呼ばれるお祭りなんかにも出演して、そこのステージ上で公開して、リーダーを振ったりすることもありました。ちなみに、上部6団体隊というのは、一部自治会の直接の参加にある大学のために必要な団体のことです。他には、全学応援団チアリーディング部さん、吹奏楽団さん、構成委員会さん、一部自治会執行部さん、などが挙げられます。続いて、入団した場合の必要な情報についてお話しします。まず、当団の練習は週2、3回を予定しています。基本的には各団員の時間割を付き合わせて、そこの空いているコマに練習時間をぶち込んでいく形となります。現在、当団そんなに人数が多くないので、そこら辺は結構簡単にできますね。で、練習場所は豊平キャンパス体育棟1階。簡単に言いますと、地下鉄を出て建物の奥を進んで、体育館のそのまた奥にある体育棟というところ。地下鉄の確か一番出口とかからだったらまだ結構近いんじゃないかなと思います。で、1回の練習はざっと1時間程度です。時折休憩なんかを挟みながら基礎練習。例えば、手ででっかい音を鳴らす拍手。腕をひたすら振る。2個1拍。指を弾いたりして音を鳴らす指弾き。といったものから、例えば第1応援歌、第2応援歌、その他応援歌、原曲ソーラン節といった演舞の練習をすることや、さらに、応援において最も肝心な発声練習なんかを行うことがあります。そして我々は部費は0円。基本的に団員からお金をいただくようなことは一切しません。さらに、団で移動する際には、例えば、うちの大学から丸山球場に応援しに行くときなんかの地下鉄代などは、基本的に団から出ます。なので、交通費なんかを気にすることは一切ありません。では、続いて、主要なイベント、行事についてお話ししましょう。まず、6月に開かれる対東北学院大学総合定期戦。これは65年間続けていられる、とても伝統的な行事なのですが、我々は一度も勝ったことはありません。なので、我々の応援で、1回でもいいから勝たせてみたいものですね。場所は仙台と札幌で交互に開かれています。はい、続いて、大体秋頃にある全日本学生応援団連盟本部記念祭。まず全日本学生応援団連盟というものがございまして、東日本の私立大学を中心にざっと18ぐらいの大学が集まっていろいろやっています。簡単に言うと年に一度でっかいホールを借りてそこで演舞、例えば踊りのようなものなんかを披露したりしています。そして入学式、卒業式。ここでは卒業生の方々にエールを送ったりします。個人的にエールを頼まれて、式場の外でエールを振ることもあり、それは卒業式の風物詩の一つとなっています。また、盲導犬チャリティーコンサートといったようなチャリティーコンサートなどの地域系の奉仕活動にも参加しています。我々は学園生であるならばどんな人も受け入れています。で、他の団に比べて見るとそれほど厳しいということはないとのもっぱらの評判でございます。そして時には就活に役立つ応援団。そしていろんな人と交流が持てる応援団。ぜひ入ってみてはいかがでしょうか。